ストラップとは、一般的には、紐のことを指すが、服飾用語としては、イブニングドレスなどの胸元を大きく開けた衣装や下着、水着など肩を露出した衣服の前、身頃と後、身頃をつなぐ、ショルダーストラップを指す場合が多い。古代エジプトにおいては、王国時代より片方あるいは、両方の肩の部分に肩紐を通した衣装をつけていた、ことが知られている。ただし、 シャツの前立てや短冊、靴のバックル止めなどもストラップと呼ぶ場合がある。肩を露出した服装を際立てるために透明のビニール素材を使用したストラップもある。生地素材や設計により、ストラップをつけずに肩からバストラインの上部及び、背中を完全に露出させたい小スタイルをストラップレスと呼ぶ。ずり落ち防止のためにゴム紐やギャザー。 接着テープなどを使って押さえたものが多い。チブサの大きさが目立たないという長所がある反面、安定性には欠け、特に上からの力には弱いという欠点がある。19世紀中頃に出現したとされ、最古の記録は1846年のものとされている。ありがとうございます。